ポセイドンミサイルは、米海軍に配備された2番目の潜水艦発射弾道ミサイルである。ポセイドン C-3 は、当時のロッキード社によって開発された UM-27 ポラリスを直接の祖先とする SLBM で、米海軍にとって2番目の弾道弾システムとなった。ポセイドン C-3 は、ポラリス A-3 と同様の二段式、固体燃料ロケットだが、 ペイロードが、より大きくなり、命中精度も向上された。ポラリス A-3 の射程延伸を目指した、開発計画は、1963年11月に、ポラリス B-3 として始まったが、マーブ化が優先されたため、射程延伸は見送られた。計画名は、1965年にズム -73 ポセイドン C-3 へと変更され、 1971年3月には作戦可能となった。完成後は配備中のポラリスを1972年から置き換え始めている。外径が54インチから64インチに拡大されたため、既存のポラリス搭載潜水艦であるラファイエット級弾道ミサイル搭載原子力潜水艦にポセイドンを搭載するためには、 潜水艦のミサイル搭載区画を回収する必要があった。このため、原子炉の定期点検の際に発射艦のライナーを剥がして内径を広げる回収が行われている。ポセイドン C-3 は1979年からトライデント C-4 への置き換えが始まり、1990年にはトライデント D-5 へ置き換わった。1994年には、 すべてのポセイドン C-3 が退役している。ポセイドン C-3 は約620機製造され、31隻の SSBM で496機が作戦配備についた。ポセイドン C-3 は2段式固体燃料ロケットで単一の稼働ノーズルによる姿勢制御を行うロケットエンジンを搭載している。長さ10.39メートル。 直径1.88メートル、重量29.2トン、射程は最大5930キロメートル、セップは550メートルだった。ポセンドン C-3 は、ポラリス A-3 よりもやや長く、かなり重いミサイルだが、マーブ化が優先されたため射程は、ポラリス A-3 と同程度の4630キロメートルで運用された。 しかしながら転速工法を併用する完成誘導装置の採用によって命中精度は向上している。バスは核出力50キロトンの W68 核弾頭を搭載するマーク3型再突入体を最大14機搭載できたが射程が1300キロメートル短くなるため実際には10機搭載の射程5930キロメートルで運用された。 ありがとうございます。